効果がいいかなっていうのも、まあ、日本のトップザトップになれるので、自分に必要なのって何なのかって自分が一番よく分かっている、周りから納得してもらうために僕ら生きてるわけじゃなくて、自分が納得してために僕ら生きている、自分で行動すれば世界は変わるので。ハローでは始まりました、モテちゃんです。ハローではカビスです。はい、今回はですね、再びお出ていただいたんですけども、なんと博士号を取得されたということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。東大の博士ですよ。そうですね、まさに凱旋って感じですね。アークデトリオンフ、凱旋門の凱旋、凱旋門の凱旋ですね、はい、すごいですね。そして何と言ってもね、前回のですね、16歳で東大合格、はい、いやー伸びましたし、TikTok で、 TikTok でね、めちゃめちゃ伸びて、はい、めちゃくちゃ悪口TikTok の中で僕詐欺師になってるみたいなね。ぜひね、見てもらって、まあちょっと掃除しちゃいましたけどもね、ここ、ああ、あれあれ、もうすごかったです。もうね、16歳で、そう、韓国の入試制度で合格して、そうですね、はい、で東大はね18歳入れないですから、それで18歳、まあ18で入りましたね。だから17歳の時と、例えば東大の工学部8号館に日本語教室みたいなのあって、あそこに会話させられてて、しょうもない NHK とかなんか見て、なんか監視も聞かされたりとかなやってたわけですよ。みんなすごい嘘つきがみたいな。なんかすごい面白かったのは、はい、本当に東大を受ける人に失礼です、謝ってくださいとか言って、ね、僕謝れない。何が失礼なんだって。おめえが謝ろうや。なるほど。そうですね、だから高校行かずに入ったわけですが、そうですね、そんなカリスさんにですね、高校不要論ですね、はいはい、高校はいるのかっていうのをですね、ズバリ聞きたいんですけども、ズバリいらないですね、時間の話です。もう何やってんですか。だってもう義務教育じゃないっていうのは、本当に学校に行きたいな、あそこでな、自分はいろいろ学べるんだったり、将来の進路の幅が広がるという、自分で考えてこれがベストの選択肢と思った時にはやるべきであって、とりあえずみんなやってるから、まあ、自分も高校行くみたいな、そういうのは頭おかしいと僕は思っていて、よくまあ高校行かないとなんかもう勉強がもう全然ダメだとか、まあ、人格がダメだとか言ってますよ、はいはいはい、僕現に東大の博士号まで取ったので、まさに高校に行かなくてもまあ日本のトップザトップになれるので、そうなんですよ、人格否定しないでくださいね。あ、お前人格クザだみたいな、高校行けないからなんかいろいろ戦いそうですけど。まあそんなことはなく、例えば僕はその研究者でもあるので、研究者って基本的に一人で論文書くわけではなくて、いろんな人と協力して論文を仕上げるって感じなので、もちろんまあ一つのプロジェクトごとにまあ数人といろんな人も、そのそれは海外の人も含めていろいろ巻き込んで一緒にいろいろたくさん議論を重ねてやるということなんで、僕口下手だったりとか、あるいは人と会話ができないとか、そういうこと一切ないので、だから全然まあこんなベラベラ、まあ学校に行かなくて喋るようになるので、そうですよ、なんで、そうですね、これに日本語母語じゃないけれども、こんだけそのスピードで話すことができるわけですからね、だから僕は高校に行かなくて、ああこの辺はダメだったとか、なんか、ああここに行けたら自分はこうなれたのにとか思ったことは一度たりともないですね。むしろ良かったって思うことはまたやっぱたくさんあります、ね、うん、で前にね動画では話したんですけど、ここにね行かなかった理由が何でしたっけ。僕はまあ明確にあったので、高校に行くよりはやはりまあ自分がやりたいことなんか、みんなからこうやれてやれ通りにまあそれ勉強したりとか、あるいはよく分かんないその行事とかに参加してなんか自分もなすがに突っ立てるだけ、そういうのをね自分の時間を僕はまあ無駄にしたいとはまあ一切思わないので、だったらもう自分のやりたいことだけをやって、じゃあまあ例えばまあ東大とかでもなんか高校に行かなければ勉強する時間もたくさんある、毎日半年ぐらいでも余裕で通るだろうって思ったんで、実際にまあそれでやって僕は半年勉強して、まあ16歳で東大合格しましたし、すごいですね、半年で、はい、まあ、だからその3年分の内容とかは、うん、そうですね、だって行ってしまえばもう3倍ぐらい効率良くないですか、その一時学校行ってなんかもうなんとかかんとかやってみたいな、やるよりは自分に必要なのって何なのかって自分が一番よく分かっているはずなので、まあ分かってない人は考えてほしいんですけど、自分のやるべきことだけやっとけばすぐまあ東大だろうと、分かんないですがハーバードだろうとどこでも行けるはずなので、しかもそっちの方がいいと思います。それは別にあと受験に限らずに、例えば自分は映画制作がやりたいんだとか、でもスポーツがやりたいのか、あるいはその歌手になりたいんだとか、まあその囲碁とかのそういう棋士がなりたいのか、何でもいいんですけれども、自分のやりたいことをちゃんと考えて、そのために何が必要なのかで考えて行動すべきだと僕は思っていて、その選択肢の一つとしては高校は確かにあり得ると思いますけど、まあ他の選択肢の方がはるかにやっぱ幅広くあるはずなので、多分考えて決めるべきだと思います。まあ僕は高校行ってないけど、別に僕の最終学歴は高卒じゃなくて東大博士なので、そうそうですよ、まあ高校行ってないってなると普通なんか中卒が最終学歴って思うかもしれないですけど、こいつ高校すら行ってない人が言う、まあ悪口
し、僕やるとこ一度たりとも別にないんで、うん、なんでみんな高校行くんですかね、本当ね、まあ何も考えてないからだと思います。そうですよね、そこが違うとこですね。普通はなんか、うん、あ大学行くためには高校行かなきゃって思うわけじゃないですか、うんうんうん、でそうは思わなかったわけですからね。そうですね、高校行ってなくたって大学には入れるんだろう、ね、そうですね、やっぱ義務教育の義務という意味を履き違えている人が多いんじゃないですか。おだから中学までは確かにそうだったかもしれないですが、うん、高校っていうのは自分の選択なので、うんうん、やはり自分でちゃんとなんか考えて僕は決めるべきです。確かにまあ高校でやれるものは、一部の学校とかであれば僕はちゃんとあると思っていて、例えばまあや偏差値のめちゃ高い超進学校とかですと、うんまあ、周りに優秀な人たちもたくさんいますし、うんうん、そこからやる刺激だったり、あるいはまあなんか物理オリンピックとか数学の予想を目指すとか、そういったも過去としては目標があって僕は行くのは全然まあいいと思いますけれど、単純にまあ周りに合わせてというのは僕は論外だと思います、うん、高校行かなくて結局なんかうまくいかなかったって人が多分多いから、そっちのねイメージが大きいんでしょうね、日本ではやっぱり、まあ、結局うまくいかなかった人は何がダメだったかという、ちゃんと自分が何をすべきかってことを把握せずに、とりあえずな勢いでやってという人たちが僕は多いと思うんですね、うん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 、まあ勝手な想像ですけど。だから、ね、自分の今の現状はどこにあって、そしてあるべき姿、自分は何を本当は成し遂げたいのかってことを考えて、まあ、その差を縮める何をすべきかってことを考えて、それを実践していけば、むしろ結局社会ってなんか、ね、今までのルールの中での、ね、勝負するとか、まあ、その例えば受験とかそういうわけではないんですね。結局高校さえ出てもその例えば大学とか、あるいはまあその大学に卒業しても社会人になったら、まあ、そういう瞬間からちゃん自分で考えてやっぱ行動しないといけないので、そういった意味でまあトレーニングも僕にはすごくなってるんじゃないかなと思います。うそうですよね、自分で考えてできないとダメですからね、うん、結局自分で行動すれば世界は変わるので、なのにみんなそのコップの中のアラジンに怯えてて、だからそれはすごいもったいないなと僕は思っています、うん、こんなちっちゃい中でみたいな、ね、はい、英語の熟語にありますよね、はい、胃の中の数、うん、まさにそんな感じですね。確かありましたね、胃の中の数過去法にも、うん、あります、うん、なんとかのゲグリ、あ、ウムラネゲグリ、そうそうそう、結局自分の幸せっていうのは何なのかっていうことを決められるのは自分自身しかないので、うん、な周りにとって合わせてやってる自分にとって何が幸せなのかって結局もう見失ってしまうと思うんですね、うん、自分とは何でありな、自分は何のために生きるのかってことを結局分からない、まあ、単純に周りに合わせて生きていると分からなくなってしまうので、僕はそれはすごいもったいなと思うので、うん、自分はやっぱり何を欲しいと思い、どうなりたいと思う、どんなやつなのか、それはやっぱりしっかり見定めておいた方がいいと思っています、うん、そうですね。高校でなきゃできないこと、高校生クイズに出れることと、うん、ほとんどないです。TikTok でバズれる。なんか制服着て踊ってるやつ。ああ、なるほど。あ、別にね、制服なんか買えますしね。例えば、親とか周りの人とかもこうしろって言われるかもしれないですけど、そんなの僕はどうでもいいと思ってて、周りから納得してもらうために僕ら生きてるわけじゃなくて、自分が納得するために僕ら生きているわけなので、なんか最初は反対されるかもしれないですけど、結局、まあ、これをやりたいって決めて、それを貫いていくと、みんなもそれを結局応援してくれるようになりますし、気づいたらもう自分も成功しているようになるので、例えば僕はまあ今だとお前高校なんとか見られること一切ないですし、むしろなんかすごいなとしかも、もちろん思われないの、周りから。最初反対されました、親とか。いやいや、まあ、やるもんじゃないとか、もちろん僕もボロカスやれましたけど言われたんですね、はい、でも僕の中には確信があったので、今回僕の中では正しいわけなので、僕はそれを貫きますね。え、親は言ったんですか、ここの高校行けみたいなのとか。あ、まあそこまで言わなくても、まあ、とりあえずまあ高校ぐらいやっぱりまあ行った方がいいでしょうと、いやいやいや、そんなやったらどうせダメでしょって、別に親とかその親戚がみんなからやれたんですけど、でも僕はまあそんなの関係ねえ、おめえらのおめえらより親のこと一番よくわかんない俺自身なんだから、俺自身を成功者にさせることができるのも、そして俺自身を射線できるのは自分だと僕はまあ確信を持っていたので、そうやりました。自分で、まあ、東大行けるなって思ったんですか、もうこのやり方で。あ、東大行けるな、まあ落ちるわけがないと思う、 100% この俺だったら取るに決まってるよねって思いますね。まあペーパーテスト 100% だとしたら、なんでかっていう、僕格好ものを見てそれをまあ分析して、まあ自分に何が足りないのか、多分この辺をこうやってこうやってこうやればきっとうまくならないとか、うん、自分の頭で考えてやっぱその方針を決められるので、うん、だったらまあ僕が、あとやはり覚悟なんじゃないですか、うん、高校に行ってなんかみんなと同じとりあえずまあ東大行こうかみたいな、まあ、そういう人たちとこの先がないってまあ思っている。確かにそうです、失敗したらね、うん、中卒になっちゃう。あんなにクソボロカスやれて、それ見返してやりたいって、うん、
まあ、自分だったら 100% できるって言うんですよ。信じているのは僕は自分のことを、まあ、より信じて、だからまあそう覚悟の意志の強さのところで僕はまあボロ勝ちしてたんじゃないかなと思います。もし行ってたらどうなってたと思います、はい、兵器とかまず連れて行かれて、まあ、人生台無ししてたでしょうね。戦争をまがいのことを続けるので、大学に行ったとしても韓国って大学の GPA みたいのあるじゃないですか、はいはいはい、それがめっちゃ高くないと思ったらいいとこ行けないと、まあ、そういうクソみたいなとこ延々とやらされたりとかそういうのも見え見えだったので、まあそんなのために俺は一度限りの人生を無駄にしたいとは思わなかったんで、だから今の方が僕は絶対います、生き生きとしてますし幸せです、ね、うん、高校に行ってない多分人も見てると思うので、うんうん、その人たちへボロカスに言わないでメッセージを、ね、何か大丈夫だろ、君が君のことを諦めていない限りは君は常に正しいんだ、だから誰から何て言おうと気にせずにどんどん自分のことを信じて突き進めてほしい、そしたら気づいたら君はなりたい自分になっているはずだから、なりきる、なったつもりで。以上、最後のところちょっとよく要はまあハッタリですね、最初のところでも何も成し遂げられていないわけなので、はいはい、僕はその東大入る前から東大あたかも自分が合格してくるかのようにまあ振る舞っていましたし、まあ、東大博士取る前からも東大博士であるかのように偉そうに振る舞ってたのでだからまあそんな自分だからこそなんか、ああまあそんな自分だったらどう行動するかってことを考えてまあ実践したから今の自分がいるわけなので、ただ最初はどんなハッタリでいいんで、まあ偉そうにしてってまあいいと思います。おなるほど、だから今自分勉強できない人、こんなんでもその高校やめたりとか、あるいは高校行かない、そんな選択肢はありえないですよね。自分はもう、まあ、これぐらいだから、まあ、人並みに生きてみたいなことを考えてるかもしれない、そんなことなくて、むしろ自分が特別だと思わない人間は特別にはなれないわけなので、うん、だから君は十分特別だし、君を特別にできるのは君自身しかいないよ。よかったんじゃないですか、最後まで見てくれた人は高評価に変わってます最初の時から低評価ですよ、なんだこいつ生きてんなみたいな結局、まあ、生きてるってことは生きてるってことでもあると僕は思ってるんで、結局みんなと同じことやったら、まあ、しょうがなくないですか。もうコメント欄に最後くだらないダジャレみたいなのが、うん、はい、今回はですね、彼氏さんに、そんじゃあ俺と一緒に海図にない未知の航路行こうぜ、ワンピース見てはい、ありがとうございました。そんじゃあバイバーイ。